疲れです。カビバスターズスロ団長です。今日島根から今帰ってきました。で、報告書をまとめてる三好隊長、がん水率とかの検査したやつで今報告書をまとめてます。まず隊員も疲れた顔してますね。三好隊長に床下の問題についてとかいろいろ聞いてみたいと思います。はい、三好隊長お疲れ様です。お疲れ様です。松井隊員お疲れ様です。お疲れ様です。今回、はい、島根までみんなで行ったじゃないですか。はい、カビバスターズ名古屋としていろんなところ行ってると思うんですが、どういうところに気をつけてとか、はい、なんか特色とか、はい、なんかあれば教えてください。そうですね、今回とある、某ハウスメーカーさんからのご依頼で島根県まで行ったんですけど、今は本当にゼロエネルギーハウス、高気密高断熱住宅が主流で建たれてるんですけど、正直カビの問題は多いです。弁護士さんだったりとか第三者機関だったりとかホームインスペクターさんだったりとかいう、こういう床下のカビ問題っていうのは結構ご相談、受けることが多いです。弊社の特徴といいますか、このミスト工法カビバスターズの特徴といいますのは、まず菌検査からやらせていただきます。どんなカビがどんな箇所にどれだけいるのかをちゃんと調べてですね、数値化して、でどこに、どんな液をどういうふうにアプローチしていくかっていうのを事前に打ち合わせをしてから現場に行って、カビが広い部分には倍率を、上げたりだとかして、つい除カビ剤でやったりだとか現場で、対応をしてますね。なんかこう変わったカビとか今まで面白かった現場ってある？今回島根の現場に入って、そこが僕初めて見たカビで、お花が咲いてるようなカビが生えてました。あれは私も初めて見ました。つららとかは結構あるし、ね、ありますね。ベタっとくっついた真っ黒の点々とかね、いっぱいあるとは思うけど、綺麗に咲いとったっすもんね。珍しいですね、あそこまで綺麗なのが。あとカビバスターズ名古屋はどこにも負けないよとか、カラーだとかなんかないですかね？作業後のその菌検査もしっかりとして、作業前にやった菌検査と、見比べていただいて、どんだけ菌が減ってるかっていうのをちゃんと見える化、数値化して、施設さんとかお客さんに納得していただいて作業終了としてますので、ある一定レベルまで菌レベルが下がらない場合は、下がるまで責任施行でうちはやりますので、なかなかそこを言い切る、ここまでカビ菌レベルを下げますよっていう言い切っちゃう業者ってなかなかいないとは思うんですけど、弊社は言い切っちゃいますので、そこは約束して、作業の方に当たるようにしてます。菌レベルっていうのは、はい、どういう基準でやってるんですか？アレルギーですね。住まれる方がそのアレルギーを起こさないレベル、そこまでうちは落として引き渡すようには心がけております。あとは再発防止ですね。いくら私たちが菌レベルを下げて除カビをしても、同じ状態であればほぼ再発はしますので、床下にサーキュレーター入れて、風の対流を起こしたりだとか、除湿機を使って、湿気を取るとか、どうしたらカビが生えにくくなるっていうご提案まで最後させてもらってます。今後はですね、絶地ですね、ゼロエネルギーハウス、少なからずともこういう問題が出てると、思います。大手ハウスメーカーでも建てた棟数の 2% 3% はこういう問題が出てるっていう検証もありますので、そういったところを弊社が除カビということでお手伝いできたらいいかなと思っております。カビ取り、カビ対策はカビバスターズ名古屋にお任せください。日本全国のカビを退治しに頑張ります。チャンネル登録こちらにお願いします。あとグッドボタンもよろしかったらお願いします。以上です。